ということで皆さん、はい、なんか変なところ来ちゃいました。ここから早く脱出しましょう。はいはい。エンディングはノーマルエンドとバッドエンドに似ております。どちらを見なければならないものではないので、片方見るか両方見るかご自由にしてください。あなたが無事脱出できることになってます。だそうです。脱出しましょう。イエーイ。わーい、こっち来い。わこっち来い。いいの。そしてとある館に連れ去られた。どうにかして脱出しなければ。誘拐した犯人が帰ってくるまでに脱出しましょう。だそうです。オッケー。邪魔これ。脱出するよ。密度すごいな。ここに来たら選択肢は2つ。脱出するか悪いか。まあ、先生、僕のことを楽しませてくれよ。あはははははだそうです。あー、てみんな人混みに紛れてチェストがあります、ここに。お、お、何ですか。開けます。ハサミがありました。山田殺します。ちなみにここにボタンもあります。そう、ボタン押してる俺。これで文字が進む。すごい。てんてんてん。ほんとだ、てんてんてん。すごいすごい。てんてんてん。あ、もうなんかやんないといけないのかも。ね、なんかやんないといけないのかも。なんだなんだ。絶対この人数で、絶対この人数だけじゃない。やめろお前、3密やめろお前。じゃあ一回俺ら恥寄ろうぜ。なんか壊せるもんないの、ハサミで。ハサミで何壊しますそれ。フェイス壊せるよ。お、ナイス。壊しましょう。大型、大釜型ミキサーがある。大釜型ミキサーってない。大釜型ミキサー。ちなみにこっちでいる。暗画面。これもしかして怖いやつですか、タクマン先生。いや、ホラーはないと書かれておりました。ボタンがあります。逆になんでないんだよ、この雰囲気で。床に何か書いてある。この館にはバツバツが住んでいた。ここにチェストがあります。お、何かの目玉がありました。それは僕のものだ、返せ。やだ。うわ、なんか透明人間。わー、なんか出てきた。なんかいる。これホラー要素じゃないですか、タクパン先生。あ、でもなんかいっぱいいっぱいいるけど。え、なに、返したら戻んのかな。逃げる。え、どうする。返してよ、チェストに。え、いや、本当戻った。あ、消えた。あ、じゃあチェストに入れとかないといけないのかな。あ、ちなみに僕また持ち出しました。あ、持ち出しました。はい。あ、でも特にいなくなったね。何もなってないですね。なるほど。奇妙なメモが挟まっている。お菓子は砂糖を混ぜるとできる。そんなんね。砂糖ありました。砂糖。お菓子を作れと。 お菓子を作れってことですかね。釜の中にありました、砂糖が。消えない冷蔵庫の中には異臭が漂っている。何かに包まないと取り出せない。じゃあ何に包むんだ。何に包むんですかね。あー、なんか、なんだこれ、階段いけないのかこれ。あ、てかいろいろこっちにも部屋あんだね、これ。行ってみましょうか。あ、トイレだ、トイレ。もうみんな大好きトイレ。小麦トイレあるよ。トイレあるよ。紙があった。あ、それでさ包むんだ。包んでいい。たまげた、ほんま。あー、紙でくるんだ。謎の物体が出てきた。なんすかその謎の物体。絶対死肉じゃん。おお、水。あ、気持ち悪い。え、なになに、なんでそんなみんな楽しんでるの。なんか中に入ってるから。ジャグジー吹き出し口。何も入ってない。怖い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 。いや、こっち側なかった。ない、こっちもない。すごくね、今排水口もねえわ。こっちもなんもない。ホラーじゃん。これあれだね、なんかさバラバラに動くと全然わかんなくなるね、これ誰が誰のだか。おお、な、何してんだって。そう、俺なんかさ今めちゃめちゃつっかえてたの。あのさ、何かがあって入れないみたいなやつって、それそっちのメッセージ。いや、多分違います。あ、違う。あ、じゃあ俺なのかな。なんかね、んか全然入れなくて、ここが入れねえと思ってたらなんか入れたの急に。よくわかんない。なん見えない壁を破壊しちゃったのかもしれない。特に何も入っていない。ハッチのスイッチがある。うわー、びっくりしたよ。しかしさ、あ、いたじゃん。え、ホラーやって。あ、顔になんか何か飛んできた。行ってこい行ってこい、お前行ってこい。人柱。よし、ハッチのスイッチ、ハッチのスイッチ。あ、もうこれ閉じねえのか。あ、鉄のドアが3つと。ちょ、ワイも行こう。俺も行こう。俺の穴の方、あれをくれないのか。あれあれば幸せになる。あれをくれたら俺をやるね。あれじゃない、さっきの死肉あげればいいんじゃない。これわかんないけど。あ、てかお菓子か。あ、お菓子あげればいいのか。お菓子ってある。お菓子は持ってないです。なんで持ってないの。聞かないわね。なんかさ、いや、砂糖とあれは持ってます。したらさ、とりあえずお菓子作ればいいんじゃない。お菓子作るか。何で混ぜるかわかんないです。でもえ、クラフトとかじゃないの。違うんか。調理台行けばいいんじゃない。あー、違う。これはでもやっぱお菓子っていうから、やっぱそれっぽいものと合わせる必要あるのかな。なんか卵とか。これ攻撃したらワンチャンこの上行けね。いけるよ。いけいけ。それクリア行こうとすな。あ、すげえ、ペンキ開けんだよ。戻ってきて。戻ってきて。じゃないから。やめて。ダメだろ。ダメだろ。ダメだよ。おいでおいで。ね、ダメだ。お菓子あげるから。嘘だろ。痛い痛い。
痛い痛い、ごめんね。これ大型ニキサーでさ、なんか、え、謎動物に例えて決まったら茶色おかしいなった。え、何してた。え、俺何もしてない。なになになに、待って、山田が多分なんかしたんじゃね。山田何したの今。大型カマを連打してた。え、それ遠距離でも使えるのそれって。遠距離茶色お菓子になりました。イエーイ、あ、すげえ、遠距離で使えるんだ。遠距離で使えたんだそれ。どこ、どうでしたっけそれ。こっちこっちこっち、こっちか、この下か。砂糖と何を混ぜたんだ一体。パクパクしてる。わあ。おお。おお、2階に行ける。2階。あ、じゃあさっきの俺が行ったんだ。怖い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 、キキキ。タクパンちゃんと読まないとこれ。キキ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 キ。あ、本当だ、いける。うわぁ、さっきの努力が無駄になった。視界を妨げるもの。あ、なんか出てきた。なんかの目玉。家主の目玉を倒すには部屋にあるやつから見えなくて。これ今視界を妨げるものっていうのを手に入れてよ。それでなんか遮るんじゃない、その部屋にあるやつを。うわぁ、何何何何何、うわぁ、おっしゃった、なんかベッドのところ。お前絶対ラスボスやんそれ。めっちゃ動く、めっちゃ動く。やば、目だ。あ、怖い怖い怖い。これで妨げればいいんだ。マギーマギー、主の涙、主の涙、主の涙、はい、おお、涙もらえてもどうすんだっていう感じはあるけど、本に何か書いてある。金庫を開けられるのはバスバスの涙だ。絶対家主じゃん。これやん、家主じゃん。金庫の制御装置。金庫。あ、ドア開いた、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 開いた。いや待って待って、ちょっと俺だけ置いてかれてるな、ちょっと待って。なんか開いた、開いた、開いた。え、今あの金庫の制御装置に主の涙入れたら、あー、何出た、何これ。これでさっきのメンタボ。ああ、今2つしかないよ、俺今。あ、あった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 。なんか牢獄みたいなのあってよ。どこだ、ここ。あ、こっちか。ここにあった。この中のチェストにあった。あ、あったの。あ、普通に目玉あったの。ちょろ。開けまーす。お願いします。入れまーす。開きまーす。開きまーす。ダイヤあります。聖者の証明書。お、何、後ろに何かあるか。早く逃げろ、早く逃げろ、早く早く、逃がせ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 、うわ怖っ、やだ、僕は俺だけ逃げるぞ、お前らは死ね全員。あー、ちょっと待って、やばいやばいやばい、画面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 、あー、あ、かい、あ、玄関から出れ、どこ、道、道どこだ、道どこだ、玄関、あ、こっちか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 、ガウ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 、あ、なったなった、あ、なった、あ、開いてる開いてる開いてる、玄関出る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 、やっほーい、イエーイ、おー、目を覚ますとそこは家だった。今までの出来事は全て夢だったの。あれ、夢落ち、夢落ちって一番問題。外に出てみたら、出てみたら、あ、さっきの自動車がなくなった。あ、なんだ、俺急に俺親しくなったのかと思った。外に出てみたら、そこで誘拐されたのか。あ、コングラチュレーション、私は一体どうやって助かったのか。あの館は一体、ゲームクリア、ノーマルエンド、ゲームクリア、おめでとうございます。この度は、ミステリーミュージアム2をプレイしていただき、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。横にあるボタンをクリエイティブかなり適当を組んでいるのであまり見せられませんが、館見学なりバカ解体なり、あ、やばい、またまた誘拐された、また誘拐された。あ、ほら、牢屋の中のやつも苦しんじゃってるよ、ほら。あ、うわー、